ときに付き合いたいのは。これは私もう決まっとるわ。スバルも決まったな。え、全然決まらないんだけど。え、せーの、チョコゼンとスバルが相思相愛で、シオンがスバルのこと指さしてて、アクアがアヤメのこと指さしてて、アヤメがどっち？オクトン。カップル成立。じゃあちょっと理由聞いていきましょうか。アクタ、なんであやめ選んだんですか？なんかあやめちゃんゲームするから、うん、なんかゲームできそうだし、うん、これなんかそういう感じだ。ずっとやってても文句言われなさそうだから、ね、はいはい、あやめ殿はなんでなんでアクタなんですか？でも女の子らしいから。あー、わかるわかるわかる。シオンはスバル選んだのは妥協。もう誰でもいい。ちょっと強いて強いて一つ強いて一つ、もう明るいから私たち4人でさ、シオンにアピールしよう。あ、そうだね。私と付き合ったら一緒にゲームするよ。でもなんかクソめんどくさそうだからな。次じゃあ、あやめ殿のシオンへのアピールポイントです。まあ、ゲームするし、ご飯も若干作れるよ。じゃあ、チョコセンのアピールポイント。ちなみにチョコ、ご飯も作れるし、家事もできます。そして貢ぎます。あー、スバルはシオン明るいよ。お願いします。お願いします。